WBC ダルビッシュ期待したいとして、やっぱりベテランって大事。うん、ダルビッシュがもうベテランになったんだもんね。ダルビッシュってね、なんか、でもダルビッシュもあれだよね、バーディー系だよね。学生時代とかね、タバコ吸いながらパチンコやって、ね、問題になってみたいな。でも今、プロの鏡みたいになってるじゃん。だからダルビッシュかっこいいの。大谷が先輩になった時の日本への貢献だよ。だって、めっちゃ年俸出したヤンキース断って今のチームいるんだもんね。だって今日、YouTube で関連動画出てきて見たんだけど、ハンカチ王子いるじゃん。斎藤佑樹投手。あの選手をダルビッシュが叱った話すげえ良かったけどね、なんか先発で出てすぐ脇腹痛めて、下がって、で、治療を受けてるから、そこ心配でダルビッシュ見に行ったら、携帯いじってたらしくて、誰が迷惑かけたせいで今、野手と中継ぎが頑張ってると思ってんだって、ダルビッシュが怒ったみたいな話。斎藤佑樹、真面目さなかったんだ、みたいな。逆の感じがするんだけど。なんか調理、そんな知らなかったからさ。人として良かったけど、やっぱプロにはなんか足りなかったみたいなイメージかと思ったら、全然違ったって。でもそれ心配してくれてた人にメールしたし、それ聞いた上で、だとしてもそれって後でよくねえかっていう試合中かっていう。そうそう、活躍したいのにね、寮の門限破って夜遊びしてたって聞きましたね。斎藤佑樹コミットメント激低らしい。そこな、大事だよな。このバーディーね、僕ほんと好きな選手なんですよ。この生配信とかで誰か一人あげるとしたらっていうところでいつも浮かぶのがね、好きな選手多いんですけど、どうしてもバーディーって言っちゃう。なんでこんな好きなんだろうっていうところを考えた時にね、バーディーってほんとね、ちょっと悪くてスピードがあって点決めるみたいな、ね、そんなね、こうなんですか、脳筋的な選手じゃないですね。掘り下げれば掘り下げるほど、うわ、頭いいじゃんみたいなね、っていうか深みあるなみたいな、いろいろね、語るところが出てくる選手です。ストックスブリッジパークスティールズにいた時、2007年にですね、このバーディーの友人で何長の方がいたそうなんですけど、その方をね、街に一緒に、繰り出した際に、その方をバカにされたことによって、このね、暴力事件に発展してですね、なんと、こう保護観察処分で、18時以降家から出ちゃいけないみたいな、そういったですね、処分が下されてしまって、もう足首にね、電子タグっていうのをつけられてですね、それでどこいるか分かっちゃう、まあそんな感じになったそうなんですね。なんで、バーディーをですね、18時には家に返さなきゃいけないんで、そのチームの選手たちが、もう練習終わったらバーディーのために大急ぎで片付けて返すみたいな、うん、そういったことをしていたそうです。でですね、この当時にですね、イギリス陸軍への入隊も本気で考えていたそうなんですが、今言ったような事件でですね、志願を断念したっていうのも出てきましたね。で、この時のですね、一度クラブね、自分がいるクラブがなくなったっていう経験をもとにですね、V9 アカデミーというのを設立して、60人のですね、ノンリーグ、こう所属してない選手を集めてトレーニングして、そこにですね、スカウトが見に来るみたいな、そういったね、まあシステムを作ったそうで、これがね、2015年作って2017年から動き出すみたいな、そういったニュースも出てきましたので、今もね、もしかしたらそういった活動をしているかもしれません。このね、ストックスブリッジ、パークスティールズ、このスタンドにはですね、バーディの、名前がですね、ついている場所もあるそうです。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。